ことが防げないんだったらコストは使わない方がいいじゃないですか。だってもったいない。皆さんこんにちは。音響空間デザインのプロ、防音アドバイザー、バドシン並木です。このチャンネルでは音にお悩みの方にプロの知識と情報を提供させていただいております。今日動画を撮らせていただいているのが2021年の1月7日になります。緊急事態宣言が発動されて明日から始動するような状況下での撮影をさせていただいているんですけど、隣のお部屋の音をちょっと防ぎたいとか、ゲームやってる声が家族にうるさいって言われるんで DIY で防音室作ってみたいんですみたいなお問い合わせをすごくいただいてます。なので間違った施工をしてほしくないし、間違ったコストの使い方をしても無駄にしかならないので、今日は皆様からお問い合わせをいただいている中でこういう間違い良くないよねっていうのを前提にお話をさせていただきます。皆様いろんなお問い合わせいただいてます。こちらの LINE のツールから音にお悩みのこととか、こんな風に施工してみたいんだけどどう思いますみたいなものもちゃんと私が全部返信させていただいておりますので、ぜひ気軽にお問い合わせください。この壁ですよね。壁の向こうの音が聞こえてくる、もしくは自分の発してる音が壁の向こうに聞こえてしまっている、だからそれを防ぎたいっていうのが皆様のお考えだと思うんですけども、音が防げないんだったらコストは使わない方がいいじゃないですか。だってもったいない。もし間違った施工とか間違った方法に3万円使うんだったら、3万円のゲーミングの椅子とか3万円のインテリアとか買った方が暮らしって豊かじゃないですか。美味しいもん食べるのもそうだし、なのでそういった間違いをしてほしくないから今日この動画を撮らせていただきます。僕はね、細かく防音の動画っていうのを見てるわけじゃないんですけども、お客様の方からよく問い合わせがあるのが、もともとある壁に遮音シートを貼って吸音パネルを貼ろうと思ってるんですけど、それで防音の効果十分ですかねっていう問い合わせがめちゃくちゃ多い。十分なんだったら私たちもやるし、でもやらないわけですよ。じゃあなんでなのかっていうを今回はお話しさせていただきたい。この皆様が見てる壁に貼られてる可能性が最も高い石膏ボードは1メートルの1メートル1平米でだいたい9キロの重さがありますよっていうお話をさせていただきました。漏れてくる音を防ぎたいと思ってる向こうのお部屋にもその9キロの石膏ボードが貼られてるのはほぼ間違いない。ってことはこの見えている面で18キロ以上の重さがあるわけですよ。でね、遮音シート貼って効果があるかって言ったら、遮音シートってだいたい重さで言うと1メートルの1メートルで、厚みが2ミリの厚みでだいたい3キロから4キロぐらいなんですよ。もともと18キロある壁に3キロの重さを足したところでほとんど効果ないでしょっていうのが私たちが実験してきたものになりますし、皆様にお伝えしたい内容になります。でもちろん遮音シートとか防音シートって静振の効果もあるから、貼ったことによって振動とかが防げたりして、重さだけではない効果っていうのが発揮されるんだけど、でもその程度しか効果ないよねっていうのが遮音シートとか防音シートなんですよ。この遮音シートとか防音シートの上に吸音パネルを貼ればもっと効果が出るっていう話になってるんですけど、吸音パネルとして作られてる素材ですね、多くはグラスウール、ロックウール、ウレタン、この3つが多いです。ウレタンっていうのはこの中で最も軽い素材、両面テープとかペタペタ貼れますからね。グラスウールとかロックウールっていうのは何 K っていう密度で示されてます。これはですね、1メートルの1メートルの1メートル1リューベグラスウールとかロックウールがあったら何キロの重さになりますよっていう、みなし密度っていう形で重さが表現されてます。なので 16K って書かれてるものは1リューベあると16キロってことは、10センチの厚みで使った場合には 1.6 キロしかない。で 24K って書かれてるものも10センチの厚みだったら 2.4 キロしかない。最も多く作られてるグラスウールとかの吸音パネルでいうと 32K っていうのがあるんですけど、これは10センチの厚みで 3.2 キロしかない。ってことは遮音シートと同等の重さぐらいしかないけど、この石膏ボードで作られてる間仕切り、向こうの壁とこちらの壁を足したら1平米で18キロありますよってお話をしました。そこに6キロ程度足してあげてもほぼ効果ないんですよ。スズメの涙程度だから、やるんだったら石膏ボードの上に遮音シート貼って、石膏ボード貼って、でそこに吸音パネルとかで音の響きを調整してはどうですかっていうのが我々が提案したい DIY の防音室になります。だって重さが増さないと遮音性能って高まっていかないんだから、そこに元々の素材よりも軽いものを貼り付けてっても
貼っていくだけ大変ですし、遮音シート、防音シート、そして吸音パネルも見えてる1平米に貼るコストで言ったら石膏ボードより高いですからね。だからその施工をするぐらいだったら石膏ボード上手に使ってくださいって言ってるのが我々がおすすめしたい DIY になるんですよ。軽いものを貼ったところでわずかの効果しか出ないので、そこをコストバランスも含めてしっかりと計画を立てて、何を買って何を貼ろうかっていうところから皆さんには始めてもらいたいなと思ってます。石膏ボードっていうのは比重が 0.7 あるので 12.5mm の厚みだと9キロあります。で、遮音シートは厚いものがあればね、もっと効果的なのかもしれないけど、結局シートにならないので、だいたい2ミリぐらいで作られてます。これは1平米で2キロ3キロぐらいしかないので、石膏ボードとうまく組み合わせていただいて、重さを増してもらって、施工するのが最も効果的。石膏ボード2枚貼ることができるんだったら、もっと効果的じゃないのっていうのが、前回 DIY についてお話をさせていただいた時に、遮音シートや防音シートよりも石膏ボードを2枚貼る方が効果があるよって言ったのが、その理由になります。だって18キロになるんですよ。遮音シートと石膏ボード貼っても12キロ。でも石膏ボードを2枚足したら18キロ。もともとある間仕切りが18キロなんだとしたら倍の重さになるから、間違いなく5デシベル以上良くなるよね。っていうのがこの質量速と呼ばれる重さから逆算した防音効果になるんです。なので何もゴール見ず施工に入ってしまうとすごくもったいないコストを使ってしまうので、今防音工事やりたいと思ってる方であれば、最も簡単でコスパの良い防音工事をするんだったら、今見えてる壁に遮音シートを貼ってください。全面ね、そこに石膏ボードを貼ってビスを打つんでもいいし、ビス止めした方が絶対壁倒れてこないから、石膏ボードと石膏ボードの間木工用ボンドとかを使っていただくのがいいです。そういった形で施工してもらうのが最もコストバランスが良くて効果も発揮できる、ご自身でできる防音工事になります。吸音パネルとか吸音材って呼ばれるものに関しても皆様からすっごいたくさんお問い合わせいただいてるんですけど、脳もちょっと認識について誤りがあるようなんですね。か誤りがある動画とか情報が出回ってるか。なので次撮らせていただく動画では吸音材というものをどうやって使うのが正しいのかっていうのをお話しさせていただきますので、そちらの動画も調べていただきたいなと思います。このように一般の方でもできるような施工に関してもこれからの時代結構必要になってきます。ただプロじゃないと答えられないお部屋っていうのが絶対あるんで、そこはですね、うちのショールームとかで音の体験とかはご予約いただければ無料でお打ち合わせさせていただいておりますので、ぜひ実際に音の体験をしてみてもらって、自分だったらこれぐらいできそうかなでもいいし、もしくはやっぱりプロにお願いしようって決めるきっかけにもなると思うので、ぜひ音についての認識を上げてもらって、実際自分でできるものなのかプロに依頼するべきなのかっていうのを判断いただきたいなと思います。こちらの LINE のツールからお気軽にお問い合わせいただければしっかりと返答させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。音響空間デザインのプロ、防音アドバイザー、バドシーン並木でした。ありがとうございました。